その昔っていうか N2 決戦ってレースじゃないですか、うん、タイムアタックに寄せてる車をレースで使うっていう考え方なんですか今。っていうかまあもうそのトップを走ってるメンバーが基本みんなやってる、うん、あそうなんや。で、まあ、当時ね N2 決戦やってた頃っていうのはその幅とか、うん、ちょっとこう規制をね、うん、あんま出っ張はレース危ないよとか限界をでかすぎるとね、うんうんうん、人引っ掛けちゃうよとかあったけど、うんうん、まあ、その辺のレギュレーションも今後またちょっとね考えていかなきゃいけないと思うんだけど、うんうんうん、まあ、もう絶対的にやっぱこのコーナリングの、ね、スピードがやっぱあるから、うんうんうん、なるほどね、うん、まあでも本当になんかダウンホースっていうのはもうこういう部品になってくるんですよね。そうなんですよ結局ね、なかなか手作りじゃね難しい領域になってきてるけど、まあまあまあそうだそうだ、なるほど、へえ。まあでもこれしっかり分厚いラジエーターで FCR で、まあね、そうそう、あ最近流行りのこの長いやつちょっと長いですね、はい、うん、であとはタコ足も結構ぶっといしねこれ。そうだね、41かな、41の、まあ、のもと昔からのやつだけどね、45倍ぐらいのやつ、うん、45倍で、足回りもまあクスコさんのアームだったりとか、うんうん、まあまあ強そうっすね、うん、なるほど、まあ、昔の定番みたいな、へえー、まあ、まあまあやっちゃってんね、リベットマシね、昔ね、もう最初作った時、うん、溶接機とか持ってなかったから、なるほど、まあ、リベット打ったらなんか調子いいんじゃねーよって緩んでくる心配があるけどね、多分緩んでんじゃないかなやっぱりそうだよね、ちゃんと溶接してもらったんだよ、ね、あじゃあいいね、そう、まあ、今はもうちょっとねダメかもね、うん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 、そっかそっか。で足回りはいつもの小泉足一緒ですよ。なるほど一緒でしょ、うん、そうなんですね、はい、これはだいたいいつも定番の225015、うん、そう、これはそう、S タイヤはねいつもこのサイズで、あれこれも日産じゃないですか、日産っすよ、日産じゃないですか、日産、トヨタの車だけど日産なんですね、はい、まあ、これ本当はね、なんかいいキャリパー、はい、車外のねつけたかったけどね、うん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 、まあ、ちょっとこれでやろうかなっていう、なるほど、うん、それ別に問題なさそうですね、まあ全然ね、まあ、なるほど、車軽いからね、うん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 、うん、OK です。じゃああと、じゃあ次どこ、エンジンルームは OK なんで、じゃあ運転席行きますか。まあ普通の運転席です。お、運転席、はい、ちょっと開けますよ、はい、あれこれ軽くないですね、はい、軽くないですね、鉄じゃないですか、え、レギュレーションは FRP ダメ、一応ね、そう、一応鉄道はレースはタイムタックはね別に全然いいと思うんだけど、うんうんうん、基本レースは一応熱血戦は、うん、鉄道で、うん、しかも内装あり、内装あり、なるほど、まあ、運転席側はちょっと内装を基本つけましょ う、 う、ね、なるほど、うん、まああとはもう取れるもん外すみたいな感じで、そうだね、あダッシュボードもノーマルじゃないですね、カーボンね、そうそうそう、カーボンのね、いいっすね、いいっすね、うん、軽いっすね、なるほど、見て見て、鉄さんこれ、何パンセついてるんだよ、え、何あーもうね、これね、重いハンドルダメっすよ、もう、これはもうじゃあ、うん、パワーステイ OK なんですか、パワーステイつけた方がいいよ、土屋号はまだいけてないけど、はい、まあ、これからね土屋さんもするけどもうねパワーステイ、自分はもうパワーステイ欲しいな、いやーマジっすか、うん、これはもう入れようと思ったら大体もうキットで出るんですか、そうだね、電動パワーステイのね、うん、これまあ鈴木のモーター使ってるタイプだけど、うんうん、キット作ってくれてる人もいるんで、あ、本当、まあそれをちょっともうそのまま入れちゃう方が早いかな、うんうんうん、まあ、自作とかももちろんできるんだけど、なるほど、うん、そっかそっか、そうそうそう、まあまあ実績あるんだったらね、そうそうそう、いいと思うな、全然、まあでも本当に俺なんかね、うん、ほとんど乗ったことないから、うんうん、まあ一回でもね、うん、素の状態で乗ってみて、うん、レース一回してみて、うん、そうだね、ダメならで、あまりにもお願いしますよ、しんどかったら考えましょうだってみんなしんどそうだもんねそうなんですよ、すげー、お、デヒーのメーターついて、あ、これなんですか、リンクじゃないですか、そう、これね、点火だけ、はい、リンク使ってんすよ、へえー、ちょっと贅沢、なるほど、うん、これがミッション、アルテッタミッション、うん、シンプルっすね、スイッチ類も、そう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 、すげえ、ロールキュージ、まあ、キャブ車なんでね、うんうんうん、本当に最低限の、なるほど、うん、溶接なんですね、止まってて、うん、まあ、で、お、やっぱりこれは、はい、噂の登場リンク、はいはい、N2 はやっぱ東証リンクの方がいいかな、やっぱりそうなんだ、うん、なるほど、そう、これでは東証リンクにして、うんうんうん、さらに、ね、ホーシングにもキャンバーつけたんですよ、これ、おお、うん、キャンバーホーシングってなんか聞いたことあるっすね、そうそうそう、やっぱり全然変わるんすか、うん、なんかやっぱタイヤの、うん、なんか減り方っていうかな、うんうん、
外した時に走った後に、うん、やっぱり前面で使えてるから、あ、まあ、いいんじゃないかな、やっぱり。へえ。どうしてもやっぱノーマルだとなんかね、うん、内側なんかあんまり出てないよっていう感じもあったんで、まあこれはいいかもしれない。まあ L2 とかはいいかもしれない。え、それって何度ぐらいつけれるもんなんですか？一応ね、なんか TRD とかの、はい、そのガタ分で1度半、1度半ぐらいが多分限界望ましいだと思う、うん、じゃないともう駆動系に多分負担がかかってきちゃう。なるほど、うん、で俺思うんですけど、うん、キャンバーはまあ、うん、つけれるの分かってるんですけど、うん、遠いにするとかってどうなんですか？あ、でもね、まあ、これも小田さん、うん、クリスタルボディを横浜さんにやってもらったんだけど、うん、もう遠もねその時見てくれるんですよ。お、結局やっぱ86のホーシングって、うん、もう長年の戦いの中で曲がっちゃってるのも多くて、うん、あ、やっぱりそうなんだ、トーアウトになっちゃってるとか、はい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 、だそれも補正、うん、まあトーゼロとか、なるほど、でキャンバーもつけてくれてっていうトータルで見てくれるから、そうすごいね。ああいいっすね。うん、なんかもうやらないっていう噂なんかこれですけど、もうやらない。まあまあでも結構これは良かったな。そうなん、まあやってやれんことないよってことですね。うん、そうそうそう。なるほどな、うん。そうなんや。うん、そっかそっか。でもまあでもそういうのをやっぱり駆使しないとタイムは稼げないってことですね。うん、そうですね。なんかねコツコツやんないとね、もう。へえ。そっか。エアロっていうかそのフェンダーは N2 フェンダー。うん、そう、ベースは TRD で、うん、でねリアは、うん、やっぱりノーマルの N2 フェンダーって本当に深いタイヤはめられなくて、はいはい、ちょっとねこれ関西の方で作ってもらったんですよ。あ、本当。ちょっとワイドなんですよ。へえー。ちょっとね、その N2 フェンダーとかっていうのはもうレギュレーションとか関係ないですか、その辺は？そう、まあ、フェンダーは別にシャーバーも特に来て、今は来てないんだ。フェンダー自体のね、なるほど、シャーバーとかは特に決めてない。そうなんや、うん、みんななんかこのエアロ多いなと思ってたんですけど、そう、今これじゃなくてもいける。小田さんとこのフェンダーとかの方が深いの履けるし、はい、あ、小ぶりのやつね。そう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 、だから車高も下げれるしね、うん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 、やっぱ多いければ N2 ってやっぱいろいろね、車高下げるのもなんか当たっちゃうとか、なるほどな、全部切れないとか、全部月みたいな感じですもんね、これ。そうそうそう、まあ、見た目はねやっぱなんか N2 って感じだけど、ね、うん、そうだね、今でもかっこいいよね。そう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 、なるほど、うん、すげえな。なんかディフューザーがもうなんか えらいものがついてきた昔ね。そう、これは何用なんですか？これ多分ね、うん、FD 用とかのやつじゃないかな。ああ、それを加工して、加工して、はい、やっぱこれはあった方がいいですか？いやー、分かんない。どうなんだろうね。まあなんか雨の日とか走ると、うん、なんか後ろのこう清流のこう膜みたいなの形はディフューザーついてた方が良かったけどね。うんうん、ああ、そうなんや。まあ実際それがね、どこまでタイムに結びつくかっていうのはちょっと何とも言えないところだけど、うん、まあないよりはあった方がみたいな。なるほどね。うん、そうなんや。うん、そっか。でまあでもあるもんはな。そうなんだ、うん。いちいち外す必要もないしな。まあね、そうそうそう、あった方がいいんだろうな。うん、これなんか GT ウィングでかいじゃないですか。そう、でも今じゃもうね、これ幅いっぱいっすね。1700ぐらいかな、もう1700か1000。フェンダーいっぱいいっぱいあるぐらいだね。そうだね、すごい。これもなんか軽そうですね。そうそう、カーボン、シーウエストさんってとこで、うんうん、奮発して買った。おお、マジっすか。はい。え、これって裏の当て板とかもちゃんとしてるんですか？あ、そうだね、一応ゲート補強してもらって、うんうん、これゲートは FRP ですか？ゲートは FRP。 軽いですか？やっぱ、いや、そんな軽くない。お、金もついてるからね。あ、まあ、うん、ちょっとね、補強を1枚入れてもらって。そうかそう、うん、これないと絶対に収まらんすもんね。もうね、そう、デッドアンの N2 ちょっとゲートやっぱ悪してたね。やっぱりそうなんだ、うん、やっぱり、ね、補強しなきゃダメだね。なるほど、ちゃんと走るとやっぱりね、そういうところが、あ、絶対ね、うん、強くしないといけないしね、うん、これはアクリルコリか。う、ね、うん、これアクリルだね。アクリル、ちょっとあれじゃん、横も、うん、運転席もそうだね。そう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 、だからもう普通にやれる軽量化は基本式、うんうんうん、なるほどなるほど。え、これ安全タンクは、うん、結構でかいですか、これ何リッターとか？これは ATL の 30、うん、おー、うん、なるほど、うん、ポンプ何使ってるんですか、これ？これは普通のカメアリとかの電池ポンプ、うんうんうん、なるほど。これはパーコとか大丈夫なんですか？そうだね、あんまりないね。やっぱドリフトと違って待ち時間ないから。そうそう、ずっと走ってるしね。うんうんうん、なるほどね。コレーションあんま感じたことないかな。そうなんだね、うん、じゃあドリフトならではだね、うん、一応このパッケージで何キロぐらいあるんですか、車重は？今ね、800ちょい800ちょい810
80とかかな多分。軽いっすね。800は切ってないと思うけどね、まだ。やっぱりその重量のレギュレーションもあるんですか、うん、そう、一応当時やってた時は、うん、7A は830、はい、で 5AG は810キロ、うん、で 4AG は780キロ以下、以下じゃない、以上か、以上、はい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 、うん、最低重量はある一応当時、うん、タイヤのレギュレーションはワンメイク。タイヤはね、まあ、当時はあのダンロップのスリック、うん、まあ、N2 決戦の時は、はいはい、まあ、普通の走行はまあ S タイヤっていうくくりがやっぱあるんで、うんうんうん、まあ基本はもう050。なるほど、うん、使ってたけどね。そうなんですね、うん、で、まあ、2024年にちょっと N2 決戦やるかなっていう情報あるじゃないですか、うんうんうん、あれってなんか決まったことあるんですか。とりあえず、うん、今の芝タイヤさんでね、うん、タイヤを作ってくれてるんですよね、小泉幸太郎先生がこの前チェックしたやつ、うん、そう、うん、またね YouTube にしますけど、うん、あれ早く上げてください。めっちゃ気になるわ。そうだから、そう、あのタイヤをまず、うん、あのいい状態っていうかね、はい、まあ、かなりあの手応えはあったんで、お、それでちょっとやれれば、なるほど、うん、いいかなっていう。だから土屋さんとかはね、うん、またちょっとある程度煮詰まったら、うん、テストしてもらってとか、やりたいなっていうのはもちろんあるんですけど。なるほどね。そう、なんかでも、うん、まあ、なんかなかなかいい感じに聞こえたんですけど、まだそうですか、うん、進化させる必要があるぐらいなんですか。そう、あのね、まあ、やっぱりこのロングのね、長いスパンのこうテストとかができてない、うんうん、あの距離的に、ね、まあ、そういうのもあるし、ね、あとちょっとやっぱ温まりが少し悪いっていうのがあったから、うん、まあ、うん、まあ、N2 ね、あるなら7月って話だから、はい、あ、問題はないんですけど、うんうんうん、やっぱりこうアタックとかね、その、うんうん、タイムアタックするにはちょっとこのタイムの出る時期にちょっとあったまり悪いかなっていう部分もあって、ね、なるほどなるほど、まあ、それはちょっと社長にも伝えたんで、柴田に、うんうん、まあ、どう改良するかとかまたちょっと相談しながら。なるほどね、うん、まあ、タイヤサイズが確か240/45かなっていうと、うん、どれぐらいのタイヤ、ホイールサイズなんですか、ね、ホイールはもう9半とか10とか10、うん、タイヤの外径も、合わせた感じだと215/50/15とほとんど変わらなかったんですね。はいはいはい、はい、225これよりはちょっとちっちゃいんで。あ、なるほど。ボディには入ると思うんですよ、普通に、うん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 、そんなになんか当たっちゃうとかはないと思う。じゃあフェンダーもそのままでいけちゃうと、うん、そのままいけちゃいます。なるほどなるほど、うん、だその辺はね、まあ、あとタイヤがちゃんと出来上がれば、うん、であとまあ車両のレギュレーションとかはこれからちょっとやっぱり今みんな進化してて、うん、エアロとかね、うん、まあ、もちろんシーケンシャルとかもいるんで、うんうん、まあ、その辺ね、もう OK にしちゃっても自分はいいかなと思ってるし。なるほど、うん、まあ、あまりにもちょっとレースできないぐらいのね、うん、ボディだったりとか、あとまあ安全性にちょっと問題があるような車は、まあ、そうだね、安全面ね、うん、そうそれもやっぱ大事だと思うので、うん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 、ちょっとその辺だけちょっとみんなで話し合って、ね、そうっすね、決めていければ。なるほどなるほど、うん、そっかそっか。まあでもそれがちゃんとしていくと、うん、いろんなところでレースやろうっていう感じもあるんですか。そうだね、タイヤがねちゃんとできて、うん、ね、N2 まあ見てでもね多分迫力もあって、うん、面白いレースだと思うから、うん、まあ例えばね岡山とかもやれれば面白いと思うし、いいですね、いいですね、そうそう、いろいろやっていければね、今後ね、はい、また盛り上がっていければ。なるほどな。イメージ的に言うと、うん、まあ、富士でまあやるとして、うん、あとどこがやれたらいいななんですか。まあ岡山はねずっと86フェスティバルって言ってやってるから、うんうん、まあ、まあ、もう夏ですよ、ね、ある程度流れがあるし、うんうん、まあ、あと筑波とか、筑波も86祭りとか、うん、まあ、N2 決戦じゃなくても今はもうレースもやってるからね、うんうん、まあ、その辺で本当に N2 っていうか、もう本当速い86ばっかりのね、うん、カテゴリーみたいなのがあればまた面白いかもしれないし。おー、楽しそう、うん、ね、まあ、今後ね、ちょっとどうなっていくかまだあれだけど、はい、うん、まあ、ちょっとね、盛り上げていければ。いやー、マジでね、いいかなと。なんかね、うん、ちょっと興味、ワクワクですよ、自分的には。なんか、周りもね、なんかね、いろいろとコメントいっぱいくれるし。ね、なんかね、うん、そう、やっぱ、鉄さんに乗ってもらいたいんじゃない。いやー、でもね、乗るとね、もっと乗りたくなるね。確かにね。まあ、いろいろやりたい方も出てきちゃうしね。ね、もうちょいね、エンジン何千回転回していいのとかね、気になるね。だ、まあ、まずね、まあ、これぐらいの、まあ、これぐらいっていうのもあれだけど、うん、この辺をまず基準で作っていくのが、うんうん、まあ、いいかな。まあ、いきなりねでかい野郎とか、そうだね、あんまりねそういう方っていうよりは、うん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 、まあ、我々のこうスタンス的にはどっちかというとこう運転手で
まあそうだよね、しっかりした車作って確かに、ねうん、やっていければ な, なるほどな。一番見てる方も楽しいから。そっか、まあ、空力の辺のレギュレーションで難しいね。でもそう考えると ね, そう、うん、ねこれはダメあれはいいとか。まあでもタイムアタックが多いですからね、まあ、今ね。まあね、そう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 、うんうん、まあさすがにね、自分もだからちょっと空力欲しいなっていう最近はね、うんうんうん、やっぱりそうだね、うん。まあとりあえずじゃあ今のところそのアンダーパネルとリアディフューザーはまあみんなつけてる感じは、うん、そうだね、まあ、うん、そうだね、まあ半端ね、このボンネットの抜き、うん、あと GT ウィング、うんうんうん、まあ、ディフューザーみたいなぐらいがあればそこだね。まあ全然やっぱ変わってくるかな。なるほど、うん、そうなんですね。まあまあ本当に N2 車両ってね、もう何台かあるんですよね、周りには。そう、未だに、未だにって言ってもあれだけど、うん、もう本当一線でね活躍してる、うん、あの小田さんの仲間とかは本当すごいから、ね、まだずっとやってるっすね、うん、まあ刺激にはなるっすよね、やっぱね。いやだからそういうちょっと車いろいろと紹介してください、また八王子祭りでちょっと、はい、見に行きますか。行きたいっすね、やっぱり自分もね、やっぱり人たち、うん、勉強しないといけないし、なんか本気度がねだいぶね、やばい、違う人もやっぱりいそうだし、ね、自分最近ちょっとこうドリフト方面にちょっとこう偏ってたからちょっとね、こう刺激を受けてたからね、うん、なんかね、やっぱりね進化してると思うんで、いろいろとね、うん、ついていけるように、うん、はい、ね、ちょっといろいろ紹介してください、また、はい、一緒にやっていきましょう。はい、じゃあとりあえず八六祭りでいろいろと教えてください、はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした、幸太郎先生にですね、はい、幸太郎号の説明をしていただきました。はい、なんかね、やっぱりね、N2 車両は深いっすね、いろいろとやることがあって、はい、そのなんかね、風の抜け方がどうのこうのとか、やっぱりね、僕にはちょっとまだね、早すぎますね、はい。まあでもね、本当にね、ね、もう最先端行っている人っていうのは、もっともっとね、頭使って、車の進化がね、すごいんじゃないかなって思います。ね、今年で言うと、八六祭りっていうのはね、うん、筑波で最後あるんで、そこに自分はねドリフトで走るんですけど、まあ、N2 車両とか、持ってこられて走る人もいるみたいなんで、その時にいろいろと、はい、まあね、研究材料というかね、はいろいろとアドバイスもらいながらですね、はい、自分もね、はい、頭をこう柔らかくして、うん、車作りをねしっかりね、はい、仕上げていきたいなっていうふうに思いました。はい、まあ本当に、N2 決戦出てる人がまだ今現状ね走ってる人がどれだけいるのかちょっと、まあ、正直分かんないんですけど、やっぱりね、N2 決戦やるよっていうことであれば、また復活組だったりとか、うん、やっぱり興味ある人がどんどんね、はい、みんな寄ってくると思うんですよね。なので、まあ、自分的にもねすごくね楽しみなんで、はい、もっともっとねいろんな N2 車両を持ってる人と、まあ、仲良くなってね、いろいろとね、情報共有したいかなっていうふうに思ってます。はい、まあ、自分もね運転大好きなんで、もちろんドリフトも好きなし、グリップも好きなんで、まあ、レースもね、はい、真剣にちょっとやってみたいなっていうふうに思いました。はい、ということで今後ともよろしくお願いしますね。はい、ということで今回は以上になります。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。